るアンドロイド諸君に告げる。現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。
やっはっ。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。
奴らはなんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。トゥビー、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだ。
あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。